日も曲がってるよ。違う、もっといたずらっぽく。日も曲がってるよ。それも違う、もっとクールに。日も曲がってるよ。違う違う、全然違うよ。すみません、ヘスティア様、全くイメージが湧きません。このコマのベルを、表情が見えない。いいかい、ベル君、この漫画が完成するかどうかは君次第なんだよ。ミコト君のイメージをどれだけ描き立てられるか、全ては君にかかってる。ベルオはそんな自信なさげなキャラじゃないんだ。そうは言われても、僕には神様が求めているものが何なのかさっぱりで。ヘスティア様、いくらベル殿をかたどったキャラとはいえ、この少女漫画のシーンを演じろというのは難題なのでは。ネームを読んだだけですが、いささか展開が突飛というか、理解を超えているというか。自分のイメージが湧かないのも、それが問題なのやも。神連中が見ればこんなの鉄板中の鉄板なんだけどね。このキャラ絶対面白い女とか言ってくるやつだわって。まあ確かに無茶ぶりは無茶ぶりさ。何しろこの下界には漫画なんて文化は未だ誕生していない。見たこともないものを再現しろだなんてのは無茶だ。それは分かってるんだ。でもね、君たちのおかげで僕の無謀な願いがなんとか形になりそうなんだ。ここまで来たら完成形を目にしたい。僕の夢を現実にする手伝い続けてくれないか。神様、こんなに熱いものなのに僕は。僕に必要なのは演技力。それさえあれば美琴さんに書いてもらえる。神様も喜ばせられる。神様、僕美琴さんにイメージを沸かせてみせます。千でも万でも仮面をかぶります。ベル君、恐ろしい子。違った、なんて優しい子なんだ。ありがとう、僕のために。ベル殿、自分が不甲斐ないばかりにすみません。お互い様ですよ。僕も美琴さんも知らないものに挑戦しているんだから。さあ神様、バンバン指導をお願いします。ああいいかい、ベルオはモテる男の権化だ。頭脳明晰、容姿端麗、文武両道、まさにパーフェクトヒューマン。何もかもそつなくこなしてしまう彼にとってはこの世界はつまらない。しかし本当は心に孤独を抱えており、自分はどこか欠けた存在だと思っている。寂しさを埋めてくれる存在を探している。そんな彼が出会ってしまったんだ、ドジッコ平凡女神ヘスコに。彼は惹かれる。神でありながらおっちょこちょいな彼女に、そして願う、彼女のそばにいたいと。さあその思いを込めてもう一度だ、ベル君。3、2、1。日も曲がってるよ。見えました！
これがベルオなのですね。ああ、ヘスティア様、紙とペンをこのイメージが頭に残ってるうちに書かねば。ヘスティア様、あれ、ヘスティア様、たまらねヘスティア様、女神がしていい顔ではなくなっていますが。だって理想を超越した妄想ベルキュンが目の前に現れたら、そりゃこうにゃりや。また僕何かやっちゃいましたか。これはなんというか、少々ヘスティア様には刺激が強すぎたようですね。僕の夢を現実にしてくれて。